はい、どうもオシャンティーゴルフの時間です。かっこよくおしゃれにゴルフでモテようというテーマでやっていきましょう。はい、どうもショータイムゴルフです。イエーイ。この池越えのアプローチ、これ皆さんどうしますか？おしゃれじゃない人はそのままグリーン乗せちゃいますよね。おしゃれな人は違うんです。凍ってる池にワンバンさせて寄せるんです。まず行きます。じゃあ、距離は70ぐらい、番手は60。おしゃれに戻ってきましたね。それもう一回気を取り直してもう一度やってみましょう。いやー、おしゃれだったな今。ダメ、そんな跳ねない。今回はこれでおしまいです。見てください、これもうだいぶ割ってますよね。これ結構ね、これ一発で出したら多分おしゃれでかっこいいんで。まず目玉っていうのは、普通のバンカーとは違う打ち方をします。普通のバンカーはこうやって開くんですけど、逆に目玉はかぶせていきます。そうすると下に潜っていくんで、クラブが。で、あとインパクトの時に右手を離すとより深く砂に潜っていくんで、球が出やすいと思う。ではやってみます。うまい。これであなたも明日から目玉から出しておしゃれにモテてください。ありがとう。おしゃんなバンカーショットで落とす方法を教えたいと思います。まずね、バンカーなんで、フェースを開きます。もう空向くぐらい開いて、スタンスを広く取って腰を落として、ボールはだいたい真ん中ぐらいで、フェース開いた分足は左に向けます。それでは、それで普通のバンカーよりもスピンをかけたいんで、おしゃれにやるんじゃない、おしゃれにやっぱスピンかけたいんで、普通のバンカーが、こっから入れるとしたら、スピンはちょっとここボールに近づいたところに入れていきます。ではやってみたいと思います。じゃあ、あっちかって、
はい、ということで皆さんも、バンカーからスピンで止めておしゃれに決めちゃってください。グリーンまで324ヤード、そして右ドッグレッグで、グリーンはですね、この林の向こう側なんですけど、まあ、おしゃれじゃない人は、まあ、そこの目の前のフェアウェイにアイアンとかで刻むんですけど、おしゃれな人はやっぱり高い球でスライスでワンを狙っていくと思うんです、まあ、その打ち方をね、今日は練習していきたいと思います。まず高いスライスなんで、いつもよりかボールを左足に置いて、右肩をちょっといつもより下げて、ちょっとフェースをちょっと開き気味で、いつもよりね、でフェースを返さず、このまま返さずに、このまま行くんです。ではやってみましょう。ナイス。うまく打てたんで、グリーン行ってみましょう。はい、ということでグリーン近くにやってきました。まだちょっとボールは見えてないですね。どこに行ったんですかね。あ、もしかして、あった。うわ、ちょっとスライスが足りなかったか。ありましたね。これです、これですね。うわ、もうちょっとスライスちょっと足りなかったな。まあでもグリーン近くまで運べたんで、十分おしゃれでしょう。おしゃれに低くスティンガーショットを、決めていきたいと思います。スティンガーショットを打つポイントは何ですかね。まあ、若干右に置いてハンドファーストにして、普通はこう行くじゃないですか。でもスインガーはもうずっとこう、このイメージで振り抜く。さあやってみましょう。キャディーさんからも出ましたね。ということで皆さんもぜひお試しください。この硬くなった薄い牛芝からのアプローチをおしゃれに寄せる方法をお伝えしたいと思います。まあ普通のおしゃれじゃない人たちはまあパターとか、まあウェッジとか使いますけど、おしゃれな人は違うんです。こちらです。フェアウェイウッドを使うんですね。これでおしゃれに寄せたらモテること間違いなしだよ。じゃあまずね、じゃあまずちょっとウェッジでね、格好つけてウェッジで失敗しちゃう人もね、
ちょっとやってみますね。夕芝のアプローチでめっちゃ難しいんですよ、特によくやるならこう待って、まあ、ダフったりとかしちゃうんで、まあ、ここはねフェアウェイウッド使って乗せたらこの女の子にモテる。まあこんな感じでね、フェースがね、フェースじゃない、ソールがね、広いんでね、まあ、ダフっても滑ってくれる。これが一番おしゃれですね、冬芝のアプローチは。皆さんもぜひおしゃれに冬芝のアプローチを決めてみてください。決めたらかっこいいロブショットを、翔太流でレッスンしていきたいと思います。でまずロブショットはもうクラブめっちゃ開いて、もう空向ける感じで開いて、開いた分アドレス左に向いて、で幅はバンカーで腰を落として飛ばないようにねアドレスします。そしてアドレスの時に体重は55対45ぐらいで右に置いて、そのままの重心で振り抜きます。まあ、たまにね、ああやってね、俺でもやるんで、右に人がいないよ、確認してから打つようにしてください。はい、ということで皆さんも、今やったようなロブショットでかっこよくおしゃれに決めたらモテること間違いなし。この池越えの、シチュエーションなんですけど、まあ普通のモテない人たちは普通にウェッジなんかでね上げて乗せていく人がね結構いると思うんですけどね、おしゃれの人は違います。水の上を走らせていきます。これは来た来た、ああこれがオシャンティーですね。やっぱおしゃれな人は上から行かなくて池に跳ねさせて狙っていくという、はい、皆さんも明日から真似してみてください。どうもでした。いやーこれはおしゃれですね、東京インテリア。多分あれ普通に打つより多分寄ったんじゃないかな、これほら、これとこれ。
だからね、池越えのアプローチで緊張してね、ダフったりトップしちゃう人はもう積極的にね、池に向かって打つ。ただそれだけです。これでおしゃれでモテる。以上、おしゃれに決めちゃってください。俺はこれで2人ぐらい落としたんでね、コメント欄で皆さんもこれ何人落としたかこのアプローチで、書いてみてください。ではおしゃれにかっこよく決めてください。さようなら。うわあ、台本通り。そこまであの。おっとっと。ツアーでやってほしい。で僕が拾うみたいな。冗談みたいな。おしゃれな人っていうのはやっぱりボール打った後もこうボールのあったところをずっと見てる。そうするとストロークもね安定してくるわけですよ。ということで今回やってみます。ずっと見てればブレないからストロークが。ね、ありがとうございました。ショートパットもかっこよくおしゃれに決めればモテること間違いなし。さようなら。